コロナ禍での家事・育児の負担を軽減する目的で、大田区では現在保育サービスを利用していないお子さんを持つご家庭を対象に、ウェブカタログ形式で5万円相当の家電製品などの購入を補助する支援事業を実施しています。対象は平成31年4月2日から令和3年4月1日までの間に生まれたお子さんがいる。申請時に保育サービスを利用していない、大田区在住であるのすべての条件を満たす世帯となります。申請は郵送または東京都電子申請サービスで受け付けています。利用規約に同意したら、申請者の氏名や住所、対象となるお子さんの氏名と生年月日などを入力します。要件を満たしている方には郵送で承認利用決定通知やログイン情報が記載された案内状などをお送りします。通知が届いたら専用サイトにログインして登録を完了すると、購入可能な支援用品が掲載されたページを閲覧できるようになります。なお、購入できるのはロボット掃除機や電子レンジなど家事の時短につながるおよそ160点の家電などです。初回ログイン時に5万円分のポイントが付与されますので、こちらのサイトから商品を選択してください。申し込み期限は来年1月16日までです。この他にも大田区では家事・育児支援としてヘルパーや産後ドゥーラを定額で利用できるサービスも実施しています。家事・育児のお手伝いをするヘルパーを1時間1000円で利用できるピヨピヨサポートは、大田区在住で保育サービスを利用していない2歳までのお子さんのいるご家庭が対象です。また産前産後ケアの専門家である産後ドゥーラを1時間1000円で利用できるニコニコサポートは、産後6ヶ月以内の乳児のいるご家庭が対象です。申し込みはいずれも電子申請または郵送か区の窓口で受け付けています。詳しくは区のホームページまたは子ども家庭支援センターまでどうぞ。なお、センターでは子育てに関する相談も受け付けていますので、お気軽にお電話ください。